はいどうも、カズワンでございます。それではゴッドイタズレイジバースと前回続きからやっていきましょう。ベースキャンプ設営が完了し、頂上への侵入準備が整いました。会議室のフェルドマン局長のもとへ出頭してください。了解です。よっしゃー、もうそろそろなんか終わりに近づいてきてるな。役員区間かな、会議室。おお、あとあとフェルドマン局長。おお、螺旋の木の頂上。ジュリウスの特異点反応があった地点は劇的に活発化したオラクル細胞で満ち溢れているようだ。これに対抗できるのはブラッド隊の諸君、君たちだけだ。ジュリウスを特異点として復活させない限り我々に未来はない。ラケル博士の意思を、週末捕食の再開を必ず阻止してほしい。頼んだぞ。うわ、シリアスで、もうこれ完全に終わり近づいとうやん。難易度15に入って、難易度15の最後の方で終わりかな、思っとったけど。あー、そうなんやな。もう終わりなんや。はい。これから得意点を目指して、螺旋の木を登頂するわけだが、今のうちにブラッドに共有しておきたいことがある。まず、ラケル博士の意思。おそらくはジュリウス。得意点のすぐ近くまで迫っている。急がなければならない。万が一私たちが間に合わず週末捕食が再開された場合、私はロミオの血の力タイワーを解放し、これをとどめようと思う。作戦と呼べるものではないのは分かっている。効果などほとんどないのかもしれない。だがそれでも一人で抱えちゃダメだ。そうか。なるほど。確かに君の言う通りだな。そうだな、できることなら君たちブラッドには最後の瞬間までそばにいてほしい。その方が私もうまくやれる気がするんだ。たとえ何が起ころうと、我々にできること全てをこの戦いで尽くそうではないか。必ずみんなで得意点にたどり着き、そしてジュリウスを助けよう。です。ですです。ちょっとね、アイテム、補充しておきましょう。さっきそれで痛い目見たんで。しゃ、行きましょうか。数多くの荒神が上層部に集結しつつあります。まるで我々の侵入を阻むかのように、かつてないほどの壮烈な連戦が待ち受けているでしょう。皆さんの準備が整い次第任務に向かってください。皆さんのご分をお祈りしています。うわー、このサバイバルミッションでなんか終わりっぽいなー。終焉の墓標っていう。うん。おお、新勇者かける3やん。やな、マグナガメイン。オントバサラ、役者ラージャ。いや、役者ティーブラ。はあ。フェーズ2、体験、超等、かといたい。はい、フェーズ3。ラケル、クラウディウスはあらゆる手段を講じ、激しい抵抗を見せてくるだろう。起こり得る状況を想定し、準備せよ。よっしゃー、行くかー。ギルバート・リビー。あー、リビーかな。で、これ、ギルバートよりもしかしたら、まあ一緒か。ギルバートやろ？破壊の一撃。ギルバート、カノン。あ、一緒か。一緒ですね。そしたら、行きましょうか。行きましょう、タイム。行こう。落ち着いていこう。まずは、役者ティーブラ、オントバサラ、マグナガウェイン。あー、マグナガウェイン。あー、マグナガウェインね。あいつもいるんや。ちょっと怖えな。うん。まあ、でも。あー、そうか。あー、腕の爆発とか、要注意やな。あ、でも前みたいな感じで、あれかな。こう、別々に、出てくるパティのやつ？こう2体倒したら、次出てきて、みたいな。炎、氷。氷の方がいいかな？さあ、これ、わー、バレた。じゃあ、噛みついておきましょう。早速、こいつはもう、秒殺したいところやな。回復。青、炎が。こいつの炎めんどくせえんですよね。はい、OK。で、もう一回行くと。てか、炎を使うってことは、こいつ氷弱点よな、絶対。はい。噛みついておきましょう。おー、いいね。ホールド化してる。はーい、短い。はい、危ない。
こいつはインパルスエッジ有効かな。あ、待って。あ、待って。あ、オッケーオッケーオッケー。逃げてる逃げてるよ、俺。逃げてるよ。え、マジで早くね早くね。1分経過で出てくるのか。あー、痛い。あー、なるほど。これは恐ろしいことになりそうやな。合計、2分で出てくるかな。こっち行きましょう。顔面が有効かな。で、インパルスイッチも加えながら、ちょっと、コントローラーの言うことが聞かんぞ。どういうことや？うわー、突進。あ、待って。なんか、時々俺、情けない声が。あ、待って、とか。まあ、そんなことは置いといて。よし、肩破壊からの、ホールドか。よし、もう終わる。オッケー。顔面も破壊したかったな。欲を言えば。あ、全部、打っとくか。1、2、3。渡すで。どこ？まずは、こっちの、どこや？オントバサラを秒殺する、せんとな。マグナガウェインがこっち来る前にやってしまおうという算段。いってー。おお。顔面からのレーザーが。何やっとくかわからんかった。あ、待って。また待ってっていう。情けない声が。まあ、気にしない。どんどんやってくで。ほら。おー、そうか。あれが、なんか、集約して、どこ行く？噛みついておこう。おー、近いよ。マグナガメインが近いよ。はい、はい、はい、の、はい、のインパルスエッジを構え。これ、ちょっと時間かかりそうやな。うわ、バレた。バレたな。おお、来たー、マグナゴメーン。いや、マジか。他とセットと戦うのは初めてかな。いつも単体とかなったんで。あー、マジか。怖えな、これ。気をつけよう。もう点滅しようで。点滅しようってことは、もうね、ラッシュをかけるだけや。あー、痛い。うお、怖え。あー、マグナカウェイン。マグナカウェイン。くーくー、痛い。痛いね。やってくれるね。もうこのね、うっぷんは、オントバサラを倒してからね、もう思う存分腹させてもらいますよ。待って。待ちなさいや。よし。あー、痛い。噛みついておきましょう。うう、何する何する。さあ、砲塔を破壊。おお、危ない。オントバサラか。納豆じゃないか。ホールドか。ん？ホールドか。あと、引かれてる、引かれてる。おい、危ない、危ない。シエル。オッケー。そうか。はい、止めたよ。さあ、ラッシュをかける、ラッシュをかける。オッケー、倒した。さあ、マグナガウェインや。よくもやってくれたな。今度は俺がカーリーを返す番やで。危ない、危ない、危ない、危ない。避けれない。マグナガウェインはなんか氷が弱点っぽいな。なんとなく。神かな？わからん。見てくの？おい。見てくの忘れた。単純に。いてー、引かれた。回復させて、プラス、捕食させてくれい。はい、破壊の一撃ミスったな、今。こかせる。おい、あ、でもそんな痛い、出て。あのダメージがやべえわ。インパルスエッジ当たる。お、当たらんかったね、今。うわー、なんか回復、やっぱこいつ回復させてくれへんな。あ、待ってー。噛みつく。あ、オッケー。おい、いいね。あ、待って、おい、範囲広いで。おい、ちょっと、ミス。はい、オッケー。撃っておきましょう。めちゃくちゃに撃っておきましょう。からの、あー、これは、救命塔の効果を。
やるしかない。いやー待って、あーいけるいける、お、いいね、ホールドか、いったマジひでえわこれ。さあ破壊者で怒り狂うからさらにやると。うわちょっと待って、これさすがにあれかな、回復した方がいいかな。あー爆発する爆発する、ちょっとタイミング悪いな。さあこれは回復に使おう、ただもうちょっともうちょっとや。あー爆発しそう、爆発ひでえな。おいおい、いいね、怖いねオッケー撃破、危なかった。お、お酒が手に入ったよ、いいね。こう新酒、なんとか新酒っていうのがね割とレアなんですよね。こう本当数パーセントの世界ですかね。いや手に入るとなんかテンションねめちゃくちゃ上がりますよ、もちろん。痛いの行くでー。お、アイテムあんじゃないですか。オッケー、超毒性メタルなんかすんげえ毒々しいな。どかない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 、アイテムがない。あー終わった、よし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 、クリアしようで。うん、はい、はいはいはい、再抽選いきましょう。支援効果プラス1が欲しい。まあ、とりあえず出ましたが、出ましたが、これは報酬確率アップかな。うん、こっちの方がいいでしょう。さあ、行きますよ。バレットストーン。覚悟。生存本能全開。いらんな。ファーストガード。レベル10やったら使うんですけどね。お、また、またお酒か。割と出やすい感じ感じですか。次のミッション。あー、なるほどね。暴走人気兵大型と体験型と暴走人気兵超大型かな。まあちゃちゃっといきましょう。氷が弱点、はい氷が弱点、まあ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 、まあ、氷が弱点やからってやっぱ関係なく いきましょうね、うん、はい。ダメ毒はこれは頭から攻めた方がいいかな。さあいきますか。まあ、暴走型か。暴走型人気兵。ラフェル博士の、あの、蝶が、トレードマークの蝶が、ところどころ待ってますぜ。はい、大丈夫。あー、そうか。あ、マジで？そういう攻撃やったっけ？はい、いいよ。移動してくるならしてくださいや。はい、届かない。はい、いいね。ホールドか。やっぱ7はついていくかな。ハンマー使いやったらエミールがおるか。どうなんやろ、エミール、使っとった方が、まあネタにはなるっちゃなるけど。おお、怖い。ちょ、何しよう、何しよう。はーい。はい、せい。おい、待て。待ちなさい。待ちなさい。どっち、俺どっちやっとったっけ。忘れた。なんか、二人とも似た姿なんで、全然ね、これあれかな、超等型かな。あー、多分そうですね。超等型のような気します。はい、インパルスエッジ。はい、ホールドじゃない。荒紙を食うと。使うか。超等型。ダメージ、捕食、ダメージ。あー。マジで捕食やらんと何もならんぞ。あー、なんかやっとる。なんかやっとる。ダメージを、ダメージを。ダメージをください。あー、どっかいかんとって。どっかいかんとって、人気兵さんや。オッケー、溜まったで。さあ、ブラッドレジ、発動。ほら、めった切りやで。この音楽かっこいいですよね。で、この回避もずっとできると。だから逃げ場所がないと。噛みついとこうかな。あ、やばい。噛みつけない。
あーなくなったレベル3がなくなっちまったぜ。さあもう終わるな。お、なんか破壊した。あ、シルキーが出てきとんか。さあ終わりました。やっぱかっこよかったなちょっと待って、バジラテイルと、シルキーがおるんで先にそっちを破壊しておきましょう。破壊倒しておきましょう。バジラテイルと、はい、いいよ。こっちが超等型かな。偉大なんかどうなっとん今。超等型がなんかこうホールドでもないのにホールドしとったみたいな感じになっ なっとりましたが、なんなんですか、教えてくだされや。はい、OK。 あ、ちょっと待って、ちょっと待ってはい、OK。 シルキーを倒さんと。シルキーを、おー、スラッシュ、なんかかっこいいスラッシュ飛んでいくな。お、待って、シルキーを、まあこの周りのなんかシールドみたいなのが厄介なんですよね。はい、OK。 どこ行った。あ、ミスったかも。あー、よかった、危ねー。うえい、そういう攻撃あったね。何回同じ技に引っかかるんやろ。さあ頭から攻めよう。オーケー、じゃああとは仕留めるだけだ。覚悟しろ。左腕かな、いや顔面かな。あ、顔面も破壊しろなこれ背中か、ほんじゃあ。うん、背中いけましたね。いいね。うん、こっちが体験型でしたよね。まあ違いが分かりませんけども。はい、終わり。いいね。やっぱりこの武器強えな。これ作ってからずっと、こう、使ってますけど、もう全然、こう、威力も申し分ないですし、使い方も申し分ないですし、うん。こうやっぱり、インパルスエッジも強いし、なんか破砕系も持ってるっていうのがね、やっぱりそれだけで、うん、まあちょっと手数はインパルスエッジはなかなか打ってなかったりするんですけど、まあそれでもね文句ないぐらい使い勝手いいような気しますね。この超等型やっぱ属性がどんだけ上がるかっていうのが分かんないんですよね。うん、なんか20丸とか20丸が2ついてたりとかいろいろするんですけど、うん、どうなんかなどうなんやろな。入手像かな、ここは。はい、銃剣術、ブラッドソウル、飛翔、スローバック、スキャンパー。はい、トリプル S、 いいね。よっしゃー、とりあえず今回はここまでかな。次回アンノーン登場。ラケル博士になんかこう終止符を打つような感じなんかな、わかんないですけど、まあそういう任務っぽいんで、また次回ねよろしくお願いします。ありがとうございました。